中津川市の観光施設チコリ村で昨日開かれたいちご感謝祭は、中津川市と江ナ市で活動する若手農家らの団体が地元のいちごの魅力を知ってもらおうと企画したものです。今回が初めての開催で地元の家族連れなど300人以上が訪れ、新鮮ないちごやいちごを使ったスイーツなどを楽しんでいました。はい,い、はい、良かったね。 地元イチゴを楽しんでいただけるような風物詩になればいいなと思ってます企画した団体によりますと来年以降もイベントを開催して中津川市や江な市のイチゴを PR し知名度の向上を図りたいということです。